私のお父さんは、ジャコモ・プッチーニが作曲し、ジョバッキーノ・フォルツァーノがリブレットを書いた1918年初演のオペラ、ジャンニ・スキッキの中で、ソプラノが歌うアリア。比較的短いアリアであるため、アリエッタとして言及されることもある。ラウレッタの父スキッキと、彼女が思いを寄せる青年リヌッチョの家族との緊張が高まり、彼女とリヌッチョの仲が引き裂かれそうになったところで、ラウレッタが歌う曲である。中世フィレンツェの偽善、嫉妬、裏切り、争いといった雰囲気とは全く対照的に、素朴な情感と愛が詩情をもって歌われる。通作歌曲形式による、このオペラ作品の中でも、一番の聴かせどころとなっている定番曲である。ジャンニ・スキッキの中でも最も広く知られた曲である。日本語では、私のお父さん、私のお父様、私の愛しいお父さん、私の優しいお父さん、私の優しいお父さん、おミオバッピーノカーロ、おミオバッピーノカロなどの曲名で言及されることがある。1918年12月14日、ジャンニ・スキッキの世界初演で、ラウレッタを演じたフローレンス・イーストン。このアリアを公演で最初に披露したのは、1918年12月14日、ニューヨークのメトロポリタン歌劇場における、ジャンニ・スキッキの世界初演に出演したフローレンス・イーストンで、彼女はその少し前の時期にあたるエドワード朝のイングランドで人気の高いソプラノ歌手だった。以降、多数のソプラノ歌手がこの曲を歌っている。イギリスのソプラノ歌手、デーム・ジョーン・ハモンドが、英語の歌詞で、Oh My Beloved Daddy として歌ったバージョンは78回転盤の時代から45回転盤シングルの時代にかけて長く流通した。彼女はこの曲のレコードを100万枚以上売り上げたとして1969年にゴールドディスクを獲得した。このアリアはポピュラー音楽やクロスオーバーの歌手たちもしばしばコンサートで取り上げ、リサイタルのアンコールなどで歌っている。マルコム・マクラーレンは、オペラの楽曲のリミックスを集めた1984年のアルバム、ファンズに、この曲を元にしたトラック、ロレッタを収録した。この短いアリアは、32小節からなり、2分余り、ないしは2分半から3分ほどで演奏される。変位長調、8分の6拍子で書かれており、速度記号は、アンダンティーのインゲヌオとなっている。声域は、E4 から A5 を要し、デシトゥーラは F4 から A5 の範囲である。オーケストラによる5小節の前奏は変歩長調、4分の3拍子で、ストリングスによるオクターブのトレモロで構成されている。オペラの作中では、この5小節は、リヌッチョとのやりとりの後で、ジャンニ・スキッキのセリフが、徐々に弱まっていくところにかかる。リサイタルなどで、単独の曲として演奏される場合の編曲では、主題となる旋律の提示で始まることが多い。伴奏にはストリングスに加え、アルペッジを奏でるハープが用いられる。ありがとうございます。